Hey, baby. Hi, guys. My name is Uniboy. キャッシーはね、今日ちょっとそっぽ向いてます。裏編み込みをね、やっていきたいと思います。前回表編みだったんですけど、表編みっていうのはこうピタッてくっつく感じで、裏編み込みっていうのはこう外側にこうポコって出るやつですね。ちょっとやっていきましょう。裏編みはちょっと難しいと思いますけど、ちょっと見てください。まず取り方は一緒ね。こう下側にこう持っていくと、でここまで来るとちょっと迷うね、これがどこ行くのか。けどこれをそのままこの流れでこっちに持っていきます。そしてこうまとめたやつをまた裏側にね、後ろまた取ります。で取って後ろ、こっから受け取ってあげた方がいいかもしれないね。こうやってで、ダウンでね、そうするとこうちょっと立体的になってきたでしょ。もうこっちからこっちの手でも受け取ってあげた方が、やり方はね、それぞれあると思うんですけど、っていう。そうするとこうこっち側に出てくる感じで、でそれをまた緩めるのも前回と一緒、下側の方から緩めてあげる。ちょっと緩めてあげた方がいいですね、はい。であとはスプレーで固めたりとかして、これもさっきと同様にこう流していけば流れるし、こっちに流していけば流れるという形で、自由にはね、こういう風に作ったりとかできますか。ということで、やってみてください。ということで、また会いましょう。ムーブー。 See you next time. Thumbs up. コメントよろしくお願いします。 Please subscribe. PC の方はこちら、スマホの方は下にあります。チャンネル登録、コメント、サムズアップ、よろしくお願いします。